と表参道の駅から原宿の駅のほうに向かって、えー、とちょっと裏手右手の裏手のほうに入ったところにこのカオスがあるんですけど、えー、ともうこれが公開される頃には丸の内にもオープンをしているはずですが本当に素敵ななお店なんです何が素敵かというとまずこの天井の感じだったりとかちょっとグレーッシュでまとめられた店内とかがなんかニューヨークのこうブルックリンに あるこういわゆるこうなんていうのかなライフスタイルストアっていうかその住んでる女性のライフスタイルだったりとか価値観だったりとかそういうものを何か紹介するようなお店の感じにとっても何か似ていて例えばでも本当にその通りなんですけど例えば入り口入って右手にあるこういったフェザーのアートでこれ欲しくて私ちょっとあの何度も今検討してるんですけどその女性がこう暮らしている こう背景みたいなものをプレゼンテーションしているようなお店です。で入ってすぐ左手にあるラックはこちらのオリジナルで私持ってるんですけど <laughs>、あのこの時期に着るまた理念っていうのは格別にあの私はなんかい格別だなと思うんですけど、なんかちょっとこう理念のザラっとしたあの雰囲気がこう夏の終わりのこう肌にとっても映えるような感じでかなりこれボリュームがあります。例えばこれもオリジナルでえっ、ー、と。 これはリネンとコットンとアルパカが入っていて、えっと、4万5,000円なんですけど、えっと、季節が進んできたら薄手のタートルを着てもらってちょっとこうレイヤードにしてもらってもいいかなと思いますで今日着たらこのトモの素材のスカートがあったのでなんか一緒に着たらワンピースみたいに着られるなぁと思って見てましたデザイナーの瀬谷恵子さんがディレクターを務めるあの ブランドで、私も今季一番注目しているブランドなんですけれどもというのは先日、恵子さんとご飯を食べて本当にすっごい素敵な女性であのいつか見漏れでも取材したいなと思って顔がでも顔出しが NG ってすごい美人なんですけど美人に限って顔出しが NG ちょっと関係ないんですけど <laughs> ちょっと大きなチェックの、えー、理念が残る感じのワンピースになっていいまます。今年ああのののブブーーツツがまた来てててるので、とと合わせて着ても可愛いかなと思います。 はい、では奥に進みます。で、お靴やバッグはね。上質でエレガントなものが多いですね。あと、この辺は今ザローのものがかかっていて、ちょっと恐ろしくて。あの値段は見ませんが、あのこういった本当にスーパーリッチなものもあの扱っています。なんかちょっとこう。今っぽいなんだろう。ラグジュアリー感のあるモード。 あの決してストリートではない、大人のモードを、あのきちんと使っている。お店だなっていう私の中では印象です。でこのナンバリングしてあるアートも全部、あの買うことができます。あら、これ何、可愛い,い。あ、大変、ローだった、あざローだった、<laughs> 戻します。<laughs> あと、この辺は少しカジュアルなものを、あの。 もラフなものもあったりして、えー、とこれもオリジナルですねゴールドがかったテレコッタ色の、えー、薄い揺れる素材のワンピースになってますライダースの中に着たりとか、えー、とそれこそまた季節が進んだらカシミアのタートルネックを合わせたりざっくりしたカーディガンを着ても可愛いと思いますでずっとこう見ていただくとあのかなり広く店内奥まであって。 花のアレンジだったりとか、あのアートの飾り方だったりとか、あと靴とかバッグのデコレートの仕方だったりとか、あの本当にちょっとこう海外っぽいお店の雰囲気があるので、あのいつも来るたびにそういうところも参考にさせてもらって許可を得て撮影させてもらってます。で、ちょっとこうあの親身のこうアーティストのアクセサリーなんかも置いてあります。やっぱり全体的にすごくモードでモダンな感じがここの特徴かなと思います。 春の初めにジャケットを買ったんですけどジャケットがとっても上手でこれの素材違いのジャケットを買いました。で、えー、とボタンがダブルなんですけれどもなんかあの金ボタンとかあとはこうダークな色のボタンじゃないからすごいカジュアルに軽やかに着れるのがいいんですよね。私よよくこれはなんかこう肩に引っ掛けけるような感じでで着てたんですけど ちょっと長めの軽めのアウターとして、えっと今持ってるとすごくいいなと思います。なんか可愛いこのチェック知らなかった。七万二千円です。これ可愛いよね。なんか例えば白いニットを合わせてもらって、ちょっとこう襟裏の。 このの素材の違いが分かるような感じ、まあ、下ダメージのデニムとかでもいいと思うし薄手の素材とえ厚手のというかなんかこう凹凸感の立体感のあるメンズっぽい素材をこう合わせてあげるとすすごいい素敵だなと思いますこういった感じでえオリジナルも多くてでさらにこちらに進むと,えと靴とバッグも。 なんかヨーロッパのものもあればニューヨークのものもあるんですけど私プロエンザの靴がすごく好きであの夏のプレセールでもすでに買っここで買ったんですけどプロエンザの、えー、とラインナップはすごく多いと思いますなのでバッグとか靴とか探されている方はここで見ていただくといいのかなと思います。こここれもプロエンンザですねかわい,いそしてここのゾーンが、えーと 大人の女性のかなりこうラグジュアリーである意味非日常な部分の、えー、セレクションになっていてできるだけシーンの振り幅が広ければ広いほどその人のおしゃれって奥深いものになっていくと思うんだけどななんんかこれはねすすごい素敵なんですよでジャケットがやっぱりとっても上手でディレクターの方も串瀬さん あのスナップにも出ていただいているんですけれどもやっぱりジャケットはすごくお好きだっていうふうにおっしゃっていたのでちょっとこういったこうタキシードライクなジャケットはこれね定番でね春にも見て迷ったんですけど肩がしっかりしていて腕が細くてで少しこう縦に長い感じになってるんですねなのでちょっとこうまとめてもいいしあのデニムで着崩してもいいけれども。 もしかしかたトモの素材でスーツで着てもすごい素敵だと思います。これはね、狙っている狙っているものがたくさんあるで。このジャケットのインナーにしてもいいあのシルクのこういったキャミソールもとっても多くてこれ実は私あまりに可愛くて色違いで買ったんですけど、えー、とパール色とあと黒があって両方とも持ってるんですけどバックデザインがめちゃめちゃ可愛いこれを着てい。ると必ず 人にどこのって聞かれるでこれもオリジナルすごい綺麗じゃないですか後ろがね着るとこう自然に開くような感じになっているのであのドレスアップの時にちょっと例えばお化粧室に立った時に座ってる人が「あ後ろはこうなってたんだ」っていう,こうちょっとこう二面性意外性を表せるシャツだなと思います。で、えー、とこちら。 まあ、絵がこうやって飾ってあったりとかあとはあのなんか本のキュレーターの方がいらっしゃるっていう風に聞いたんですけど本をいろんなところからビンテージの本だったりとかピクチャーブックを集めてきていてこれもあの買うことができますで当然あのほぼ一点物だと思うのであのどうしても欲しいものは迷わず買った方がいいなっていうのはちょっと自分にも言い聞かせてるんですけどこういったものも置いてあります。でこの奥の奥ルームがね <laughs> すごくおしゃれなんだけどこんなな贅沢な空間あります <laughs> 大好きここ気持ちいいんですけどあの今これたまたまあったのであのこちらのオリジナルのスカートなんですけどきスカートでこれだけの洋尺を使っていて10万円以下こうシンプルでシックでいてモードを怖がらない。 あの大人のためのセレクトショップになってます海外からのお客様もすごく多くって感度の高い方が多いのでそのお客様を見てるのもあの楽しいようなショップになってます。